どうもおはようからこんばんは、殿でござる。決戦3続きをやっていきましょう。てなわけで、この北の少女を救出戦やっていきましょう。秀吉はあちこち逃げていたからいいもののね、勝家と利家は一年でずっと頑張っていますからね。でもこっちは5人か。なかなか厳しい戦になりそうだ。これにて表情を。ならば勝家たちを助けるか。あ、もう囲まれているんだ。俺たちも頑張ったな。殿が襲われてからずっとだがんな。後ろの亀を割るか、ならば。見せられたじゃろうて。けど痩せ我慢ももう限界。松子の水は、うめえな。あれ水だったんだ。もはや市中に勝つを求めるのみ。一人でも囲みを突破し、殿の敵を討つんじゃ。おかかれ柴田、打って出るか。対する上杉。何、織田本隊が毘沙門天のおぼしめしか。兼続、謙信公の敵を晴らす時が来たぞ。御意。上杉さん、大体どのシリーズも結構うっとうしいからな。都市、事故耐えてくれ。まあ安心しろ、手は打ってある。軍技こそ大事。よし、始めるぞ。この区短パンとかで寒くないか。絶対 歯がガチガチなってブルブル震えていそうだな。この戦、敵の総大将上杉景勝を倒せば我らの勝ち。上杉景勝は自ら出馬している模様です。まあまずは勝家たちの救出。勝家殿と利家の籠る北の少将はここ。まずは北の少将を救援いたしましょう。利家と勝家は必ず助け出しましょう。おお、アマリアがセリフを言うか。まだまだ働いてもらわないと。ああ、ですよね。死ぬのはまだまだ先ですからね。夫人はいかがいたしまするか。先ですからねっていうか、史実通り行けば勝家さん、あと 1,2 年ぐらいで、うちにっていうか、自害することになるが。とりあえずね、夫人変更で、機動力重視で行きたいので、やっぱり刑事。吉野ちゃん、体調大丈夫かな？普通か。援護射撃もしてほしいところだが。ならば、ここで黒田官兵衛使ってみるか。一応ね、鉄砲隊も考えていたんですが、やっぱり味方を巻き込むっていうのもあるし、そこら辺は使うときは三節や、あとは大谷義次がいるんで、で、弓隊も結構いるんで、適正は9ありますが、あえてね、ここは弓騎馬で行きましょう。回復できそうなのは信長さんと刑事さんも一応覚えさせてはいるはずなんですけれどもね。あとはこの辺か。勝家が普通か。信長さんは逆に不調なんでちょっと心配なんですが、でもどんどん敵がやってくるんで、それを防がないといけないんですよね。まあそんな時のために、配置変更はしょうがないとして、装備変更。よしよし、変更はできるな。勝家にはもうこの精鋭やり騎馬、実は買ってあるんで、まずはこれをつけて、兵法書も今のところは疑心拘束を覚えさせている。で、疑心は必要なんですよ、この戦いには。だからこのまま。ねえばねえ、体調が普通だから一回短期書きはしたいな。で、装飾の方もこの孔雀石の数珠。あ、でも体力が落ちるんだ。じゃあこのままでいいか。鎧はね、
盾なしの鎧。これをつけます。やり気側の適性が上がるのと、やっぱり強いっていうのもありますしね。まあ、知力の恩恵があるんですが、まあ、武力がプラス9でもまあいいか。これをつけて、よし、これでなんとか勝家くんは大丈夫。で、あとはレベルの低い前田利家だ。いたいた。レベルは20ね。で、今回宇治里さんが出ないんで、それでも宇治里円月堂だったんだ。じゃあ出さない、こっちを装備して、鎧も宇治里と交換。兵種鉄砲隊にさせていたんだ。宇治里、いたいた。乱世槍兵。防御力が硬いからな。見てみると、宝蔵院の、やりたいよりかは気持ち強かったな。兵法書は、まあ、だいぶね、余っているんですけども、疑心系あるかな。あるにはあるな。名馬は特技ゲージの方を取るか。よし、これでだいぶ硬くなったはず。で、部隊命令で、こっちはね、門があるんですが、まあ、年を向かせよう。で、勝家の方には、見ると門がない。一旦この辺で迎撃してもらうか。で、こっちには1部隊向かってきて、こっちには2部隊。信長さんがある一定のライン越えるまでは永遠に出続けるんですよね。信長隊は急がないといけないな。じゃあ、これで行きましょう。この布陣。あとは二部隊の配送に気をつけながら、まあ、なんとか立ち回らなければならない。北の将の勝家、利家を見殺しにするな。二人とも防御力が3分間上昇するんで、その間に救援したいが、減った兵力かな。それはなんとか疑心とかを使っていきたいが、あ、でも見ると操作はできないんだ。あ、加わった。生きておられたと。殿は本能寺で死んじゃいなかった。死んじゃいませんよ。あなた、こっちは大丈夫かな。もう交戦を開始したならば、まずは短期がけ。柴田勝家健三、我が武勇、徳と美勇。徳と美勇とか言うが、食らっているな。あ、まずは雑魚相手に短期がけをして、何とか体調を整えたい。馬は効果の高いアイテムが出やすいということにはなっているが、あともうちょい、よし、来るか。頼み、知るがよい。お、なかなかダメージが大きい。これならば3発入れればいけるな。おっぱ頼み、知るがよい。入るかな。よし、入った。おっぱ頼み、知るがよい。
おっと、入らなかったか。よし、倒した。おお、勝家頑張れるね。おにぎりも大量にある。曲の評論を奪っていっているか。鉄砲を撃っているな相手は。我が武勇松代まで語り継ぎ。よしよし、校長までは上がった。欲しいは離脱させたいな。そこにやってくるか。やはり入らんか。んで信長さんたちはこの門を突破。突破して北条か、こっちに寝返ってくれればよいのだが。で、神戸さんは、疾風。我が国にとって疾風は、もうどの部隊もなければ困るんですよね。天はわしに味方しておるのじゃ。黒田神戸と柴田勝家、声優さんが一緒の立ち見振り子様なんですよね。で、黒田神戸にはここのアイテムを取らせる。見えないところだが連携を発動させてみよう。お、いたいた、来た状態。放て。まあ一応受けてはいるか。お、相手も弓隊か。で、勝家の方で疑心。弱卒に剣はいらぬ。これでどうじゃ。これでどうじゃ。で、利家も疑心。力押しだけじゃダメだってな。なんたる不覚。こっちは来たぞ。おっと、刑事牙突撃を使うか。放て。弓を撃ってくるぞ、黒田官兵衛が。あの、だいぶ、あさっての方向に行くな。さあ、勝家、助けに来たぞ。皆無事で何を。私の後で、敵を撃つ。そうだ、まずは敵を撃つ。派手に行かせてもらう。お得意の表撃。勝家へ突っ込んでいくか。よし、で、愛知号の正気さんが向かってくるな。勝家、そっちに向かおうとしているんだ。ならば共に参ろう。欲しいのはこらえてもらうか。勝家が到着。友信たちはどうするんだろう。引いていくな。となると弓系と見た。あ、もう護衛部隊になったんだ。でも、友の部は槍足がある。でも、引いていくな。勝家、ちょっと危ないぞ。
で、友の部がやってきた。その武勇、天下に示せ。さあ、三旗立てなしもご相談あれ。黒田官兵衛さん、何ができるかな。大義心、水遁、天運入るかな。隠蔽当社怪人烈財前、烈財前ちょっと発音が違うな。なんかやっぱり官兵衛さんは成功させてくれるな。本当、天運は天に祈るから、失敗するとえらいことになるんだよな。お、大ダメージを受けた。欲しい絵の方は、じゃあ、友の部に、自信もかけたいが、沈黙があるわけではないから、一旦置いとこう。敵に大打撃を与え、勝利を我が手に。勝家張り切っているが、あまり巻き込んだよ味方を。放て。勝家は突き抜けていったが、まあ、一応目標は友信になっているか。放て。森永さんも突っ込むね。いや、欲しい絵か。お味方を有利に運ぶぞ。何かよろしゅう、強力か。まとめて食らってしまったな。で、この状態で大回復。勝利を引き寄せよう。一応ね、近場に回復アイテムもあったりするんですけどね。突き進む。で、正面に敵部隊。普通の侍ね。おや、信長さんが倒してしまった。で、あれは安田長秀。大吹っ飛ばされていくな。信長さん、援護させよう。で、利家は疑心。ただの腕自慢じゃねえんだよ。それで安田隊を寝返り、兵力を削りながら利家隊を回復。で、この辺には結構アイテムがあるんですよね。勝家回復したな。回復アイテムがここにあったか。うん、回復アイテムはないはずなんだが、まあよかろう。一旦信長さんはこっちのアイテム。勝家たちはこっちかな。あったあった。愛の字。直江兼続のあの愛禅明王のあの兜なんだな。じゃあ操作は信長隊。今回回復できるのがあまりないからな。刑事さんは確か、刑事さん回復か。じゃあ信長が頼りだ。で、ここに直江兼続がいるので、勝家進軍。信長様も後に続きますよ。で、この近くに回復アイテムあるんで、まあ、直江さん戦うときに、傷ついたらそれで回復させるか。さあ、もみくちゃにしてやろう。
刑事は回復使わせるとして、じゃあ黒田官兵衛食らっているならば大義心でいこう。わしが無策であると思うか。思わないが、まだそこまで覚えていないかも。落ち着いて進軍せよ。黒田勘弁。ああ、よかった。アサフの方向に打ってくれている。で、お次は、直江兼継。信長さんたち。いたいた。向かわせておいて、で、ゴンロクは、いや、怖いから大沈黙。弱卒に剣はいらぬ。これでどうじゃ。直江さん、牙突撃するのかな。子供騙しに少しできた。子供騙し言ってくれるじゃないか、直江兼継。沈黙の効果が切れるな。絶対沈黙させないと何か使ってしそうで怖いんだよな。敵を回す。ちょうど覚えさせようとしているし、使っていこう。よし、そしていった。危ないな。勝利を引き寄せよ。信長さんは何を使うんだ。攻撃ね、大回復で取っておきたいんだがな。ならば、側面を見る。側面から牙突撃。沈黙間に合うかな。敵を惑わす一手を図ろう。もう少しだ。放て。よし、倒した。回復アイテムを取りに行く時間もないから、黒田官兵衛を向かわせたいが、時間はまだ大丈夫だからな。まだ先に行って、傷ついたら、ここまで回復、取らせに行こう。で、次はこちら。重長ということは、本庄さんか。で、勘兵衛さんは疾風を覚えさせたい。王を締めて頑張るのじゃ。武将傾向は万能に切り替えているんで、その辺覚えやすくはなっているとは思う。信長様、すまんね。敵部隊がスライドしながら迫っているんだよな。本庄さん怖いな。本庄さん引いていったが、普通の騎馬隊か。まあ普通って言っても精鋭騎馬隊だが。勝家耐えてくれよ。わしにも軍略があるのじゃ。いいね、その格好を着て軍略って言うとなんかいいね。死刑が結構余っているんだよな。ならばこっちも疑心をかけるさ。力押しだけじゃダメだってな。小技にしてやられるとは。あと都市へ回復もつけていたんだ。で、信長さんが突っ込んでいく。
信長さんどこ行ったんだ。あ、そこにいたのね。放て。だいぶすまねえ。だいぶ巻き込んでいくな。その辺で最終的な評価が落ちそうだ。放て。おっと、信長さんはもう攻撃させない方がいい。で、あとは実はね、ここ越えると非常に危険なんですよね。なんで信長さん一旦ここ、勝家はこっち。逆落としをかけてくるか。室部さん、勝家じゃ厳しいかな。越家がとりあえず疑心。力押しだけじゃダメだってな。このラインを越えてしまうと、あの直江兼次が実は再出撃するんですよね。何かやろうとしているな。勝家、改めて短期分け。柴田勝家健三、我が武勇即と見う。馬体が厄介だな。ここでうまく武将を倒すことができれば体調が絶好調にはなるが、まあすっきり倒した雑魚とは違って武将ですからね。しかも何か撃ってきているな。勝家さん、だいぶもんちゃになっているな。え、騎馬隊が突っ込んでくるかつ射撃をしてくる。時間は十分にあるか。中が後ろから突っ込んでくるな。まあ混乱は取れたからいいものの、15秒か。よーし、ゴリ押して倒した。ま、あと6秒は逃げ続けるか。我が武勇松代まで語り継げ。絶好調に上がった。下がっても普通ね。投げ勝つ様には指一本触れさせぬ。なるほど。とは言うが、勝家の方も厳しいな。直江さんは何かやろうとしているな。懲りぬ奴らに鉄槌を下す。戦況を見極め。こうなってくると厳しいのが勝家隊か。天運いけるかな。
ぱり発音に違和感があるな、黒田官兵衛さん。よし、成功。さあ、直江さんを粉砕。一旦これで置いとくとして、こっちだな。反撃がけもあるが、さあ気合を入れ直してな。これでもう特技は使えんからな。攻撃力が上がっている穴に井上さんぐらいは倒したい。よし、倒した。あとはこっちの侍、こっちは大丈夫か。で、お次はこちら。柄に合わぬがこれも戦術だ。おもれ、飛行の好きなようにはさせる。真上隊も倒す真上隊も倒せそうだな。回復させたいが、やっぱ時間がもったいないか。危ないな。これで勝利は盤石じゃ。じゃあ信長さんはもう防御。よし、真上さんが倒した。あとは全部隊集合。集合というかもう勝家の方に向かわせよう。これで残すところは上杉影勝。じゃあ向かいますか、上杉影勝。兵士特技を多用してくるんですよね。でも高速とかはあるか。まあそこはうまく防いでいきますか。逆に黒田官兵衛は水遁がいけるのね。さあ敵部隊発見。まずはこちらに向かって水遁。不合の衆よ、覚悟せい。影勝もろとも足止めしたいな。今こそ勝機なるぞ。もう相手も水遁か。じゃあ信長さんも向かわせよう。欲しい絵は自信を使いたいな。力押しだけじゃダメだってな。おっ、ほほっと信長さんの方に向いてきたか。降りぬ奴らに鉄槌を下す。突撃いけるかな。巻き込んでいったが、影勝もダメージを食らった。もう勝家は続かなくていいんですよ。とりあえずは沈黙かけるか。長を舐めるなよ。今回兵士特技でダメージをだいぶ受けているな。まあそれはいつものことか。わしにかかればこの通りじゃ。あと勝家は、まあ、沈黙ができるぐらいか。ここで大沈黙を入れておいて。私にも軍略があるのじゃ。これ好きでうろたえる。で、信長さんは多分牙突撃しようとしていたか。放て。
でももう倒せるでしょう。ここは引くぞ。これで大将首は誰になるかな。あ、ギリギリ、ギリギリ届かなかったな。影勝の鎧に、金継ぐの兜か。知力プラス28はそんな大したことはないな。あとは、龍炎という武器。お、的兵強いね。年は一気に上がっていくのはわかるが。おう、武者大将。刑事が一番首と大将首か。ふう、これで二人を救出することができた。なんの、あと10年は持ちこたえられる。いや、撃って出ようとしていたでしょう。貴様らみたいな家臣を持って。礼を言う、勝家、年家。殿黒田官兵衛とはキャラクターが真逆だな。泣くな。そうだ、泣くのはこの信長が天下を取った後まで取っておくがいい。まあ、年は使うことはないので、まあ、またガモーさんたちと、まあ、装備を入れ替えてはいきますが、これで、使っていきたい武将は大体は揃ったか。あとは機長さんが復帰すればいいが、まあそれはもうちょい先なんですよね。なんでこの間で、秀吉と勝家、あとは勘兵衛、この三人を、この野党対して鍛えていく。で、その後、富士の合戦で、北条と諏訪軍と戦って、まあ強楽決戦という、まあ戦いになるんですよね。そっから、その後で数えると、多分戦は多分5、6本ぐらいになるとは思いますが、まあ頑張っていきましょう。なんせ、一応中級って言ったら、まあ、いわゆるノーマルモードですけれども、このゲームって、ノーマルモードをやるためには、まずは初級をクリアしないといけないんですよね。だから難易度的には、まあまあそこそこあるのと、かつ引き継ぎやらずにやっているっていう謎の縛りがあるんで、まあ、結構ね、厳しいところはありますが、まあ頑張っていきましょう。というわけで、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。